そういうあのアクシデントっていうのはなるべく避けたいね。経験上であのとりあえずこう絵を描いてみる、ね、色だけでもこうやって塗ってみるっていうのは大事だと思うんですね。何回かやっぱりこう悩まないといいものってできないですからね。これまでの見事な塗装の下準備には地道な作業があったのです。迷彩パターンのイメージが固まります。こんな感じかな、こんな感じで。これがナトウ迷彩を施したオチオリジナルのアッガイの完成予想図。このスケッチをもとにいよいよオチ渾身の迷彩塗装が始まります。ここで使用するのはミスターカラーの戦車色セット2、 NATO ドイツ連邦軍戦車色の3色。まず最も暗い色のテイアシュバルスから吹いていきます。暗い色から吹く理由として迷彩の色の配置が決めやすいとオチは言います。作業はフリーハンド、指が迷彩のパターンを描いていきます。はじめにアウトラインを描き、その中を塗りつぶしていきます。ヘアブラシを自在に操り、世界でただ一つのアッガイを描いていきます。テイアシュバルツを吹き終え、乾燥後2色目の塗装ブロンセグリンを吹いていきます。色の境目をぼかしながら囲うように吹き始め、下地を隠します。本来アッガイはブラウンとグレーのツートンカラー、違和感を感じさせないのもオチのテクニックの一つなのかもしれません。特徴ある腕の部分にも迷彩が施されていきます。3色目レーダーブラウン、これで迷彩パターンが決まります。色のバランスを考えながら3色目の迷彩パターンを描いていきます。ブロンセグリュンの上に吹いていきます。紙の上のイメージ画と実際のエアブラシで違うところはあるのでしょうか。
あの面積を見ながら、結局あのイラストを起こしたのはあくまでもイメージを、あのこう、イメージトレーニングですね。実際にこう一体になった時にはその局面とかも出てきちゃいますんで、色のボリュームとかもやっぱり多少違ってきますから、それを見越した上でアレンジしながらやっていくのが大事ですね。下塗りを踏まえてさらなる迷彩パターンを追求していくオチ、数多くの迷彩を手掛けてきたからこそ可能な技です。打倒迷彩を施したアッガイが徐々にその姿を見せ始めました。迷彩色に生まれ変わったアッガイ、見事な配色に思えます。しかしオチの目標はさらに高いところにありました。最初のイメージがこういう緑だったんで、ちょっと暗いですよね。で、迷彩の効果としては悪くないんですけれども、キャラクター的にもう少し色を明るくしてみましょう。明度の高い色を塗り、より立体感を演出するグラデーション塗装。使われるのはグリーンと薄松葉色を合わせたもの。これをブローンセグリュンの部分に吹き付けます。明るいグリーンを吹くことでアッガイはより立体感を増し、そして大きさを感じさせるとオチは言います。そして色を明るくする理由がもう一つありました。それは後の作業に関係してくるとオチは言います。ここでさらなるこだわりが生まれます。緑が結構明るくなったので、色のトーンを合わせるので、この茶色ですね、この茶色ももう少し明るくしてやりたいですね。茶色の部分にもグラデーション塗装、レッドブラウンとウッドブラウン、オレンジを合わせたものが使われます。エッジの部分を少し残して拭く落ち、ボディに統一感が生まれていきます。紙の上でのイメージ作り、迷彩塗装、そしてグラデーション塗装、落ちの塗装へのこだわりが今一つになろうとしています。果たしてその効果は。グラデーション塗装により全体的に明るくなったアッガイ、全体を明るくし色の境目に暗い色を残すことにより一層立体感が増しています。オチの塗装へのこだわりはとどまるところを知りません。爪の塗装になります、それね、より鋭利な感じを出すので光沢のあるシルバーで塗装してみたいと思います。使用するのはアルクラッド2リアルメタルカラーのクロームカラー。これアルクラッドって言われる外国の、塗料なんですけども、これ粒子が細かくて非常に輝きがあるんですね。爪にどのような効果をもたらすのでしょうか。このアルクラッドのシルバーっていうのは非常に艶があるんですね。非
金属感も光沢もあります、輝きも